原田さん、はい、試合を見ておりますとね、はい、やはりあの両選手とも非常にあの試合巧者といいますかね、試合の駆け引きのうまさを見せていると思うんですが、やはり何といっても主導権争いですよね、この試合は。そうですね、ちょっとですね、はい、渡辺君も打ち合いに出てるのはいいんですけども、自分のペース忘れないといいですね、はい、やっぱり、バラスはマイペースだと思うんですよね、やっぱりこういう選手はですね、非常に、ボディはさほど目立たないんですけども、徐々に効いてきますからね、はい、ただ、顔面打つパンチってのは非常に派手ですからすぐ分かりますけどね、ちょっと怖いです、存在ですね。なるほどね、真冬のアルゼンチンから真夏の日本に参りました挑戦者のバラス、これが初の来日であります。そして海外での試合がこれが2度目というアルゼンチンの選手にしては珍しい選手です。チャンピオンの渡辺、4月8日にタイトルを取って、これが初防衛戦。渡辺の左のストレート、ガードを固めながら前進してくる挑戦者のバラス。渡辺が足を使います。渡辺が、小林さん、はい、いきなり強打をしてもなかなかバラスに正確に当てるのは難しいでしょうね。そうですね、やはりガードしてるね、上から無理と打つんですよね、そしてボディの後ろの方をちょっとね打ちながら、相手のガードを下げて、それからの左ストレートですね、上から振ってしまうといけないですよね、小さくですね、おっと渡辺がロープに下がりました。回り方が反対ですね、渡辺君ね。おいや怖いですよ、ボディブローは、ショート連打をしました渡辺。この思い切って右を投げてくるときに左のガードがバラスは下がるんですよね。そうですね、それとちょっと足が揃う感じですね、はい、あのチャンスですけどね。渡辺がシャープなカウンターが打てれば面白くなります。ちょっと渡辺君ね、はい、相手のバラスの前に居すぎますね、正面にね、あの方で食っちゃいますね、はい、やはり距離とって右へ回るわけですね。今みたいに左回っちゃいけないですね、はい、ちょっと低いですね。低いですか、はい、しかしバラスは接近戦を挑まなければ勝機はありません。一方の渡辺は早い回から接近戦を許しますと後半が心配になります。スタミナは共に十分と言っておりました、まあ、それだけ十分な練習をしたのは確かであります。うまいディフェンス、クリーンヒットしております。右のスクラム、ここで第3ラウンド終わりました。このラウンドもほぼ互角であります。およそ500万人の人がラジオに釘付けということであります。さあ試合は第4ラウンドに入りました。第1ラウンドに渡辺がシャープなボクシングでまずポイントをリードしていると思います。コーナーに詰まりました。うまく足を使いますバラス、ね、ここでね、いかにも渡辺のパンチが当たってるようなんですけどもね、やっぱりうまくブロックしてますね。なるほどね、あっという間に右ストレート、左ストレートですね、はい、じゃあ渡辺の左右の連打、顔面を捉えました。はい、高尾さん、青コーナーですが、こちらはですね、焦るなと、まず相手にどんどん打たせろ、そして疲れさせろ、ミスを狙え、まず攻めていってはいけない、向こうが空振りして疲れるのを待つという恋しいです。ああ、なるほどね、これが本来のバラスのボクシングでしょう。一方の赤コーナーですが、竹山さんどうですかね。セカンドからですね、盛んにリズムリズムという声を出してましてね、はい、相手のリズムに乗るな、自分のペースで戦え、ということですね、もうタイミングの取り方はもう渡辺選手天性のもの持ってますんで、はい、任せきりです。最強の挑戦者バラスを迎えての今晩のタイトルマッチ、渡辺の初防衛戦。足を使ってリズムをうまく作れということですが、渡辺は打ち合いに出ております。まあ、渡辺君もね、はい、憲法を教えたですからね、そういった意味でその負けん気ですか、はい、とっても強いんじゃないかと思うんですよね、ですから一発目を振ってカットしないでですね、はい、やはり冷静に戦ってほしいですね。ちょっとこのラウンドちょっとバラスがいいですね、そうですね、バラスがいいですね、自分のペースを忘れたような感じですね、はい。まあ、第1ラウンドでカンカンと当たったんで渡辺も思い切って出ていったんでしょう。いいアッパーインサイドから打っております。バラス
うまく交わしました。渡辺、小さいパンチをポンポンと当てます。渡辺です。現在のこの場内の温度が34度。ああ、いいパンチを食いました。このラウンドやや劣勢であります。いやー、ボディーブローですね。あれは確かにですね、はい、いいボディーブローです。ミンスク、渡辺のミンスク、もう一度ミンスク、渡辺の左ストレート、ショートです。しかしボディーを攻める。はい、渡辺ちょっと手が出ません。足を止めての打ち合いです。バラスのボディーブロー、体で体を預けます。ここで第4ラウンドありました。このラウンドは逆に今度は10対9でバラスが取りました。ダイヤはいいんですけどね、やっぱり本人は相当あれだと思いますよ。こういう暑さもありますしね。第5ラウンドを迎えました。世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まあ、しかもグローブはメキシコ製の6オンス。バラスがリズムを取ります。渡辺もやはりこの辺りでちょっと足を使った方がいいようですね。ちょっとそれほどな様子が見えますけれどもね、はい、ヒットアンドの様子が見えますけれどもね、この全般のボディを打たれてたのがね、どれほどが回復してるかってことですね。まあ、とにかく負けん気の強い選手ですから、やっぱり打たれると打ち返すという目がありますからね。一度目はねパンチ当たってましたけどね、空振りしてきますと嫌になっちゃいますからね、非常にね、はい、ちょっと空振りが 目立つ感じがあるんですよね。まあ、渡辺としては最初の2発3発は当たらない、それでも4発5発目で当てるというボクシングをしないと、この硬いガードのバラスは崩せそうもありませんね。そうですね、本当そうです、入ってきますからね、ちょっとカウンターのようなのはいいんですね。はい、まあ、乱打戦になりますとバラスは60センチ近いキャリアがありますし、うまいボディーブローを持っておりますから、渡辺にとっては不利であります。非常にバラスもねウィービングしてきましてね、空いてますと左アッパーね、はい、来ないと右ストレート、このやっぱり上下の攻撃が非常に効果的なんですか。今度は渡辺の左のアッパーカットです。アッパーカットがね、はい、実は当たってないんですね。やっぱブロックされてますか。ブロックっていうのは上体を起こすんですね。体が柔らかいですからね。なるほど、スリーバックのような格好で避けてしまう。さあ、渡辺君ですから、その一発で止まらずですね、はい、2発、3発打って右に回って、これ当たりました。まあ、本当にヒットアンドウェイですね。まあ、戦前の予想では渡辺がヒットアンドアウェー、バラスがアウェーアンドヒットと言いますかね、そういう展開になると思ったんですが、ないそういうことです。まあ、予想外の展開になって第1ラウンドから打ち合いになりました。まあ、それだけに我々見ている方にとってはハラハラする面白い場面が随所にあります。ナイス右ストレート、顔面が上がりました。渡辺です。さあ、打ち合い、バラスも思い切って打ちますから、やはりこの辺バランス崩すんですがね。そうですね、やっぱりちょっとしつきすぎかもわかりませんね、はい、だから非常に渡辺君は足を使うと思ってても、やっぱりボディが来てるんでしょうね。まだ渡辺は得意の左のショートストレートでカウンターを取ることができません。ちょっと渡辺君もう空振りが多いですね、はい、ちょっとあれですよ、渡辺君足が止まっちゃいましたからね、はい、もうほとんど時間がありません。ここでゴングです。第5ラウンド終了。このラウンドはほぼ互角であります。